黄身よいしょ、あ、いいよ、はい、裏返し裏返し、裏返し、じっとしてろ、ずっと危ないんだよ、やっぱりネット入れないとダメか、またはネットでしょ、すぐ後ろにいるよ。ちょっと眠くなったりとかしてた時じゃないとダメか。噛みたくなるでしょ。なんで足を噛もうとする、最近。一本ごとに逃げていくね。まあね、もうちょっと眠い時だといいね。今ここ切ったんだよね。あ、ここももう伸びてきてる。あ、全部かまた。だんだったけど、お昼ご飯だよ。昼っていうか、おやつだね。はい、生放送でおじちゃん歌ってたので遅くなりました。どうぞ。
はいはいはい。はい、持ち上げてみよう。はい。はい、あんずちゃんも伸びしていいよ。しないなか。そりゃそりゃそりゃ。しゅんくん、しゅんくんおいで。はい、こっちおいで。はいはい。ありゃ、それそれ。しゅんくん、今日はですね、ひな祭りなので、あんずちゃんとぽんちゃんに、ひな祭りおやつをあげたいんですよ。で、通常、うちの習わしだとですね、おこぼれにありつけるんですが、しゅんくんの場合、なんか知らないけどちょっとお腹が緩いっていうのがあってですね、一回カリカリだけにまた戻します。調子良くなったりちょっとチュールを続けて食べたりするとまたちょっと緩かったりするのでですね、今日は明日の上等会もありますし、カリカリだけなんですということで、先にカリカリ用意しますので、ケージの中に一回入ってもらえますか。あずちゃんはそうか。いや、いいよ、外で食べても。うん。自分で戻るし、この人。戻るかどうか分かんないのがしおんくんなのでね。で、ご飯でもし戻らなかったらまた考えましょう。はい、あんずちゃん、ハッピーひな祭り。はい、おひな様です。はい、シュールのご褒美です。今回はしょぼくてごめんね。ねえ、でもね、あんずちゃんね、カリカリとチュール好きだからね。後でご飯のカリカリも出しますね。はい、じゃあ次はしおんくんです。しおんくんですよね。これ食べ終わったらしおんくんをご飯、うん、今だったらあれかな、あんずちゃんがもらったから呼ばされてくれるかな。そうだね。はい、はい、しおんくん、はい、しおんくん、入ってね。はい、騙されたしおんくんにはチュールはございません。後でね、
カリカリを食べてください。じゃあ、あんずちゃんはどうする？カリカリをあげちゃう。じゃあ、あんずちゃん。まだね、あんずちゃんはないかと思ったから、うん、まだ用意してないよね。今用意するね。あんずちゃんにやっていいわ。急にご飯カリカリね。はい、どうぞ。食べる偉いね。です。はい、ポンちゃん。はい、ポンちゃん。ハッピーひな祭り。どうぞ。おひな様のやつだよ。祭り。ジャン君は。シオン君だけかわいそうだけど、ちょっと体調のため我慢してもらっています。ジャン君、これはね、アズちゃんとポンちゃんのおこぼれだよ。ジャン君だとおひな祭りにお呼ばれしたのかな。ね。ジャン君はね、また今度ね。